日は着物をより素敵に着れるように着付けの動画をお伝えしてみたいと思いますので、大きくは2つになると思います。1つ目、着物のベルトを使った着物の着方で、2つ目が帯結びと、大きくこの2つについてお伝えしてみたいと思いますので、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。はい、それでは参ります。まずは2つのベルトがあったかと思います。太いベルトと細いタイプのベルト、2つ入ってたと思います。最初に太い方のベルトを巻きます。ちょうど太い方のベルトにこういったクリップをマジックテープで付けられるようになっていると思いますが、ちょうどこのクリップの位置をですね、背中の真ん中くらいに合わせてまずこれを巻きましょう。はい、だと背中の真ん中のところにクリップがついてて、ここでパチンと収められるようになります。ここの収める場所がだいたい横の腰骨よりちょっと後ろくらいだと収まりいいと思います。はい、続きまして着物を羽織ります。着物を羽織る場合はよいしょ、こういう風に合わせてですね、最初に襟をセンターで合わせます。まずこういう風に合わせた後にスーッとこっちの方に持ってって、ここで押さえます。押さえるときにポイント、そのままここを挟むんじゃなくて、ちょっとだけここを折ってください。ここを折って、ここでクリップでバチッと挟みます。はい、だとここの上の襟のところが決まりました。で、このまま持ってきて、こちらを下からだいたい6、7センチ、10センチまでいかない程度のところで押さえます。このラインが角帯の位置になります。角帯の位置はどこだっていうと、へそからちょい下、へそからちょい下くらいがこのゴムベルトの位置になります。シュー。はい、これで着物おしまい。着物の裾のラインが両方ともまっすぐだと、さばきがちょっと間をつきます。なので、さっきみたく折って、クリップで挟んであげると、さばきが良くなりますので。はい。おすすめします。これでもう着物完了。はい。続きまして、帯結びいってみたいと思います。帯結びは前で結ぶ方法をお伝えします。最初に、帯を肩幅ぐらい、半分に折ります。はい。半分に折ったら、ここを、下のクリップのとこあたりで押さえます。はい。それで2回回しましょう。1回。帯を回すんじゃなくて、体で回ってたのが簡単です。2回。はい。2回回す際は、後ろがこういうふうにこう、きちんと、2本とも重なるように、はい、こんな感じで巻いていきます。で、こっからですね、ここの手で取った分と同じ長さを二等辺三角形、ここで作りたいと思います。なので、この二等辺三角形を作りたいので、この残ってる分、それを帯の後ろに収納します。シュ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 。よいしょ。ここを収納します。はい。あと、綺麗にここで二等辺三角形が出来上がってるかと思いますが、はい。で、細い方を下、太い方でギュッと結んであげます。はい。だと、ここがだいたい長さとして1だとすると、ここが2くらいの分量になると思います。二等辺三角形をギュッと結んで、ここが1、ここが2。はい。そしたら、ここの長い方を下に下ろして、帯と帯の間に挟んであげてくれ。よいしょ。これで、後ろの方に回してあげれば、着付け終了。はい、どうでしょう。よいしょ。こんな感じで着物の着付けが完了しました。で、帯の結び目が丸っきり真ん中よりはちょっとずれてる方がかっこいいです。センターからどちらかに少しずれててかっこいいという感じです。また、帯が結んでて緩くなってきたら、この両方の羽、これをギュ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 ッと縛ってあげると帯がきつくなっていきます。
また非常に細い方におかれましては帯がどうしても上の方に上がってきちゃう傾向があります。はい、なぜ上がるかというとお腹がないことが最も代表的な理由なんですが、この各帯の状態が地面に対してスクエアですと非常に帯が上がってきやすい傾向になります。なので帯の角度を斜めにしてあげる、極端な話こういう風に角度をつけてあげて斜めに帯を結んであげると、お腹がない方でも腰骨でストップかかって上に上がってきにくくなります。最悪ここに何か挟んでるとかね、まあ僕よく携帯挟んでるんですけど、そんな風にしていただくと非常に着付けが調子いいと思いますので、何か着付けで分かんないことがあればうちの方でお手伝いできると思いますし、はい、ぜひ夏の素敵な時間をお過ごしください。はい、ということで男の着付けお伝えしてみました。